歴史的な建造物である奈良の薬師寺の大講堂、そして日本が世界に誇るゲームファイナルファンタジー、手塚治虫さんの制作のテーマにした大雪像が並びました。大変素晴らしい雪像ばかりでございます。やっぱりかっこいいと思いますね。思ってたよりも全然迫力があって大きくてびっくりしました。